ははいこんにちはパソケンです今回この動画では Windows11 で設定されている通知音やこのエラー音などいわゆるシステム音の音量を調整する手順についてご紹介していきます。初期設定だと Windows11 のシステムの音量は100%になっていますので場合によっては通話中の会話であったり動画視聴時に再生された音量よりも 通知音やエラー音がうるさく聞こえてしまうことがあります。その場合にはシステム音の音量バランスを調整してみてください。システム音の調整をするにはタスクバーにあるスピーカーのアイコンを右クリックします。そしてメニューにある音量ミキサーを開くをクリックします。音量ミキサーの設定画面では一番上にあるボリュームの項目で全ての音のベースとなるマスター音量を調節できます。この音量に関しては タスクバーにあるスピーカーアイコンを左クリックを押したときに出るこのボリュームと同じものになります。そしてその下にある項目では各アプリごとに音量を個別で調整できます。この項目の中にあるシステム音を調整することで通知音やエラー音などの音量を変えることができます。ただこの画面では音量を調整した後に実際にどれぐらいに変わったかを確認ができませんので システム音を再生して確認したい場合は次の手順を行ってください。この設定画面上にあるサウンドの文字をクリックします。次に画面一番下にあるサウンドの詳細設定をクリックします。別ウィンドウでサウンドが表示されるので画面上にあるサウンドのタブをクリックして切り替えます。このサウンド項目では Windows の通知やエラーなどの イベントごとにどのサウンドを再生するかを変更したり実際に聞いたりすることができますどのイベント項目からでもシステム音を再生できますが今回は皆さんがよく耳にするエラー音を実際に再生して音量を確かめていきます画面中央にあるプログラムイベント内にシステムエラー音の項目がありますのでこちらをクリックして選択します 選択したら画面右下にある「テスト」のボタンをクリックします。ここで再生した時にまだ音が大きかったり小さいと感じた場合はもう一度この「設定」画面に戻っていただいて詳細設定の中にある「音量ミキサー」の項目をクリックします。これでまた元の画面に戻りますのでシステム音の音量を調整していただいてもう一度 このサウンドの設定画面でシステムエラー音のテストをしてみてください。音量調整ができたら、このサウンドの設定画面は右上の×ボタンで閉じます。これでシステム音の調整が完了となります。以上が Windows 11で設定されているシステム音の音量を調整する手順となります。この動画を見ていただいて参考になった方は、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。